はい、皆様、こんばんは、竹尾でございます。皆様、ご無沙汰しておりますね。非常に久しぶりな、動画撮影でございますね。この前上げた動画というのがですね、先週に、上げた、リオさん、大家さんのね、結婚式二次会、のね、模様をお送りいたしましたが、ね、そこからちょっと動画が上げれませんでした。ね。まあ、これにはちょっと深いわけがございましてね、仕事が忙しかった。ね、もうまさかのね、鬼の7連勤というのが、ございまして、ちょっとね、なかなか動画を上げる元気がなかったのでね、ちょっとお休みさせていただきました。ね。それはまあ今週になってもね、ちょっと忙しかったんですが、まあ、ようやくね、ちょっと落ち着きましたので、動画を上げれるようになりました。ね。もう、あれですよ。部屋もね、この下。ね。映せないぐらい散らかってます。はい。ね。まあ、その中でね、非常に嬉しいニュースがございました。ね。もうこれをね、待ち望んでおりました。ね。こちらでございますよ。4月4日、ミニ四駆ジャパンカップサテライト、大阪大会ね、イエーイということでね、サテライトの大阪大会がね、開催されることが、決定いたしました。ね。まあ、抽選式にはなるんですけども、ね、この地元で開催される、ね、このサテライトということでね、ぜひとも、参加したいと思いね、応募しました。で、まあ、どれだけの方がね、応募されて、レースに出れるようになるかわからないんですけどもね、まあ、これはね、ぜひとも参加したいなと思っております。まあ、本当はね、先週に行われたね、岡山大会、ね、サテライトの岡山大会に参加しようと思ったんですが、ちょっと、本当に仕事の真っ只中で、参加できなかったのでね、今回こそ参加したいと思ってます。まあ、COB メンバーもね、参加すると、言っておるので、久しぶりにね、みんなで、レース大会会場にてね、レースできるかなと思います。まあ、ただね、まあ、ピットが組めないと、いうことがございますんでね、マシンを持って、受付して走らせて出てくるっていう風な感じになるかなと思います。ね。なんでね、もしかしたらレースの動画はね、僕の動画だけになるかもしれません。ね。メンバーによってはね、カメラつけてもらって、撮ったりすることもあるかもしれませんけどもね。はい、そういう風な感じになると思います。はい、あとね、レイアウトなんですけども、去年、ジャパンカップ開催される前ぐらいにですね、まあ、どうしましょうっていうね、話はあったんですけどもね、今回ちょっと日も経ってますんで、改めて振り返ってみたいと思います。コース名がマックス、サプライズサーキット2020ということで、去年のジャパンカップのレイアウトかな、はい、となっております。まあ、レイアウト見ていきますと、まあ、スタート、でも手前のこのジャパンカップ2020っていう書いてるところがスタートですね。スタートして、スロープ上り、からの V ウェーブ、まあ、二段上りみたいなもんかな、三連でいう、ガンガンっていう。で、これで、勢いつきすぎたらガンガンっていくんかな、はい。で、行きまして、これは VQS マウンテンっていうね、去年 VQS、ね、ネオ VQS っていうね、VZ シャーシのマシンが出ましたんで、それを、元にした、セクションかな、はい。で、バンクが越えて下ってきまして、で、ここは普通のストレートかな、で普通のストレートを越えて、あ、これですね、ムササビチェンジャーありましたね。はい。ムササビチェンジャーは、これは、何なんですかね、これはどうなんですかね、攻略のポイントとかあるんですかね。もし経験された方はぜひともコメントください。ね。で、スラッシュバンク、ありますね、これ。スラッシュバンクね、一回ね、うちの近所にあります、レーサーズさんでね、模擬サーキットじゃないんですけど、スラッシュバンクを置いてたんですよね。で、このスラッシュバンクね、走らせましたわ。難しかった。ね。これも明確な、ね、攻略方法など、ね、ご存知の方いらっしゃいましたら、コメントください。ね、で、プラススラッシュバンクを超えて、普通の20度バンク。で、ここで二手に分かれますね。はい。僕見たのはね、こんな感じで、2方向にこんな感じで分かれるものだったんですけども、今回に関しては、ダブルテーブルトップの、分岐となっておりますので、サプライズロードとなっております。まあ、片方は、質感の柔らかい2レーンのコース。で、片方は、いつもの僕たちがね、普段遊んでる3レーンの、形となっています。で、ダブルテーブルトップなんでね、これもブレーキのかけ方によってはね、飛んじゃうと思いますので、しっかり止めるか、抜いていくのかっていうのをちょっと考えないといけませんね。で、コーナーで、ニューエラターンね、帰ってきてストレートに戻ってくるということでございます。ね。まあこれね、どう攻略すべきか。まあある程度ね、もう去年、
ね、サテライトとかで走ってる方いらっしゃると思うんでね、ちょっとその方の意見を聞きながらにはなるんですけども、ちょっともしね、この経験したよっていう方、ぜひのコメントをいただけたらなと思います。まあ、コースアウトポイントとしてはね、まあ、スロープ登りよりかはやっぱりスラッシュバンクかな。一番はスラッシュバンクかなと思っております。ね。あとダブルテーブルトップ、で、二段の登り。で、ムササビチェンジャーっていう順かな。まあ、僕の憶測ですけど。ね。まあ、速度に関してはやっぱり出さないと勝てないでしょうね。はい。ライトとか入れていってもね、完走はできたとしても、ね、勝てないかなと思うんで、やっぱりハイパー、マッハあたりをね、使うパーチになるんではないでしょうか。でね、シャーシー何使おうかなと思ってるんですけども、今2択で回ってます。ね。まあ、いつも通りね、フレーキ、ね、フレーキのマシンを持っていくのか、あとですね、FM 系のマシンを作ろうかなと思っております。はたまた FMS にするのか、ね、FMAR にするのか、FMA にするのかというところなんですけども、まあ、その人ね、その辺も考えて、まだマシンを作る動画も上げようかなと思ってます。ね、まあ、個人的にね、S を使いたいというのがありますので、FMS もありかなと、ちょっと考えております。ね、で、おそらくというかね、今日ツイッター見ると、レーサーズさんが、模擬レイアウトっていうのをね、組んでいていただいてるので、ちょっとね、それに、行って、ちょっと地層をしてくるとかね、そういうこともしたいなと思っておりますね。ほんの久しぶりのね、大阪での、公式のレースになりますんでね、これはね、ちょっと気合を入れてね、いい結果を残せるように頑張っていきたいと思っております。はい、というわけでね、今回はですね、久しぶりの動画ということで、まあ、大阪大会が開催されるということでね、動画を撮らせてもらいましたね。まあ、それに向けた、準備とかね、動画を、公開していこうと思ってますんでね、ぜひとも楽しみにいてください。というわけで今回は以上でございます。また次回お楽しみに。